空手道小学生日本一を決する第16回全日本少年少女空手道選手権大会、今年もここ東京は綾瀬東京武道館からお伝えします。8月6日7日の2日間で行われます。各都道府県から勝ち上がった少年少女剣士たち2241名の精鋭たちが全国小学生の頂点を目指し歯を競います。